完全に引退をする形の方が結果伸びますよと。なるほどなるほど。だいぶ悔しい提案ですけど。だいぶ詳しい悔しいと思いました。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回もですね、M&A 業界のイチロー選手、江島さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今こうそのバイアウトする主流じゃないですけど結構流行ってるのが、全株売却ではなくて、ある一定株式を残して、売却する。で、業績が伸びればアンアウトみたいな形で高くバリエーションつけて売却するみたいな、エグジットの仕方ちょくちょくとか、まあ、出てきてると思うんですけど、江島さんはそのやり方を検討しなかったんですか？エグジット、現金を得たかったっていうよりかは、RSは自身がもっと一番伸びる方法何かなって考えたときに、僕、創業者でもう20億円超えたぐらいからほとんど何も、経営にタッチをしてないみたいな、自分の年俸もほとんど、知らなかったですし、やけの年俸すら知らないみたいな、もう全て任せてます。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、とはいえやっぱりその RI 社が出してくれている収益で僕は新規事業をやってるみたいな図式になっていて、普通に考えて全て RI 社から出している収益がそこに再投資されればその会社ってもっと伸びるはず、そんなことをやっていたので、そこに集中できる、組織を RI 社に作りたいなと思っていましたので、先ほどの、質問にあったように、ある程度売って、現金を持ったまま株主として残って、経営陣と、経営をしていくみたいな、そういう形もあると思うんですけども、大体どの会社もそうなんですけど、今ちょっと流行っている、その会長、会長職、めちゃくちゃ難しいと思うんですよね。ほうほうほう、とおっしゃいますと会長職っていうそのポジションって、はい、なんか、結局、影響力を持つじゃないですか、はい、でもその、残された人たちってのは社長でトップだと、はいはいはい、すごくその、なんか正直、うまくいくイメージが全くはなくて、はいはいはい、結局その、経営陣としても、会長に何かを、求めてくるし、会長も絶対そばにいると何か言いたくなるみたいな、なので僕はその、株主として、残りつつ、その株主として何も、関与せず影響力を与えないような形を取りたいなと思っていて、まずその1年間、一切オフィスには、顔を出さないと、まあ、最初から決めて、ただそれでもやっぱりこう、株主として言える権利があるとやっぱり、言いたくなる、ってところでやっぱりその GP の方から、提案されたのが、今、そのファンドの形を取って、GP と、経営陣、プロ経営者同士が、話をすると、で、もう完全に引退をする形の方が結果伸びますよと。なるほどなるほど。だいぶ悔しい提案ですけど。だいぶ詳しい悔しいと思いました。いやもう悔しかったですよ。はたから聞くと、いやそれ理にかなってるなと思うけど、当事者だったらやっぱ悔しいっていう、悔しいっていうか、まあちょっとね、未練というか、悔しい、寂しいのと、なんかこう、経営者として、はいはいはい、自分はもう経営者として、ここの会社のナンバーワンじゃないんだ、ないって言われてると一緒じゃないですか。そうっすね、はい、01の社長と1から10、10から100の社長って全く違うっていうのは知ってましたし、はいはい、中にはその01をやった後1から10の社長にこう変われる人っているんですよね、この10年間でみたいな人たち何人も見てて、まあ、上場企業社長に結構いらっしゃるんですけど、はい、僕はちょっとそういうことは、できなかったので、もう01のままやっていこうと、で役員の人たちと、最後のこう最後というかその、意思決定する時の、話の中で、あなたたちはその経営なんてできるわけないよと、俺はもう反射神経的に、この会社の意思決定ができるんだ、でそんなことお前らできるのかみたいな話を僕はしたんですよ、そしたら、石島さんもうこの会社はそんな、意思決定じゃなくてちゃんとした意思決定をするべき大きさですよねって言われて、確かに確かにそうだねって言って僕一人で、もう感覚的に、正しい意思決定をするっていうよりかはちゃんと、みんなで考えてプロの経営者プロの金融の人たちが合理的な判断をする方が、伸びるっていうっていう話し合いがあったので、まあ、そういう形を取りましたね。会長職でうまくいったパターンあります？
最近ちょっと会長が流行ってるんで、なんか言いづらいですけど非常に言いづらいですねはいはいはい、あるとは思いますけど非常に、はい、そう なんかこうね、はい、今いる会社さんとかっていうよりかは、はい、こうなんか歴史的に見ててもとか、はい、なんかこう陰性とかってやっぱり任された方ってすごくやりづらい、うんうんうん、任せてるっていう言葉の、にあるその責任感と、うんうん、とはいえ本当に任せられる 100% の権限があるかっていうと、どうしてもこうね、うん、会長の顔が浮かんでしまうとか、うん、お客様とこう対峙してくれれば社長っていいわけじゃないですか、うんうん、お客様の価値を最大化するからお金が入ってくるところに、うん、会長という人がいる そこを見ちゃうんですよね。そうですね、そうですね、そうそうそう、はい、僕自身もやっぱりこうね、やっぱあるんで、お客さんじゃなくて、あ今俺、ね、自分の上にいる人の顔を考えて今アクションしてるなみたいな、それってすごくこう、ね、やる側からしたらあのストレスでしかないんで、なるほど、そこをこう省くっていう意味では、GP の人を入れてプロの経営者同士で話をするっていう、うんうん、いや、島さんすいません、私ちょっとバッターボックス呼ばれてるみたいな、バッターボックス、はい、ということでまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。